こんにちは。ナイン3シーアニメーションのミナです。マヤーレンダーマンスタイライズドルックス IBR ランダリングシリーズの3番目のビデオにようこそ。ここには私たちのディランシッソンのアルクティーポットがあります。2番目のビデオを続けます。今回はラインの太さとラインの色を変える方法を見せます。わかりやすくするために ディスプレイの名前を変えましょう。マヤでは名前を2回変えなければなりません。ラインタイプの設定により名前を付けます。1番目はセクションで2番目はカーバチュアにします。 ディスプレイの名前を変えるときにノートの名前も必ず変えてください。IPR を始めましょう。また、アウナインズのところに行きます。線が出てきました。そして色を選びましょう。 好きな色を何でも選んでください。私たちはティーポットに合う色を選びました。 アウラインズでは色が出てくるのが見えます。ビューティーでは全体色が追加されます。タイルには色が合いません。それでは次のビデオではそれぞれの違うシェーダーを違う色にする方法を見せます。線の太さを変えることができます。 また Line, All Lines のところへ行ってください太さを2に変えると線がもっと太く見えます次のビデオではシェーダーによって線の太さを 変える方法を見せますこれらは全ての線に対してフレーム全体で一定に設定されていますそれではパート4では素材ごとに変化させる方法を見せます